夏が噂してるわあなたのこと、ピンボールみたいって気が置けないの。小麦色に焼けてるお前のせいさ、風のない都会を忘れてみないか。瞳にはパッションブルー、見つめ合うその時に、まあ、ちょっともういいか。本当はもうちょっと長く歌いたかったんですけど、すいません。あ、私が日野龍です。ちょっともうわからないです。本当にわからないです。タイガーチャンネルっていうのを作って、タイガー服部さんがやっぱ辞めるっておっしゃって、金取りに行くぞっつって、金取りに行って、極楽とんぼの山本さん、マッコイ斎藤君に怒られて、飲食業やるっつって、なんかもうわけわかんないです本当に。もう1年経ったんですけど、迷走してます。ただもっとわけわからないことが起きて、ちょっとこれご覧いただいてる方、まあ510何名様が登録してくださってて、その方以外興味ない話だと思うんですけど、もう14年飲食店やってるんですけど、僕以外の飲食店のスタッフの性格が良すぎて、もう本当わからないです。どっちが正解か教えてください。恵比寿にね、ドランカーっていうすごい有名な、まあ僕実は家の近くなんですけど、閉店すぎて居座ってるのに、あって気づくんですよ。あ、これ3時閉店ですよねって言ったら、まだまだやることありますんでどうぞ。恵比寿に魚バー一歩ってあるんですよ。マジいい店なんですよ。ここも全く同じで、つい最近自分がよく行くようになった僕のお店のすぐ近くに串結び吉ってあるんですよ。そこもなんですよ。僕一人だけがすいません12時閉店ですって今言うんですよ。これ僕が悪いんですか、それとも他の飲食店のスタッフが正しいんですか、優しいんですか。ちょっと本当にわからないんで、ちょっと皆さんにちょっとコメントいただけないですか。僕が閉店時間同時にすいませんお客様もう閉店ですっていう僕が悪いのか、ずっといていいよっていうお店が正しいのか、これはちょっと本当に教えていただきたいです。あとこの YouTube もどうしたらいいか本当わかんないです。それも教えてください。もう飲食業のことやればいいんですか、もう本当にわかりません。教えてください。あとオープニング歌も気に入ってやってたのに、一世くんとか僕ずっと飛ばしてますって、いつも見てる一世くんまでが歌飛ばしてるらしいです。なんでですか。ケイチョンチャンネルは僕飛ばします、正直毎回見てますけど、それはいつも同じ歌歌ってるから飛ばしてますよ。手を変え品を変え歌も変えてるのに、天ぷらカブの平田くんはいつも楽しみに聴いてますって言ってくれてます。どうぞ皆様本当に教えてください。あと一回ちょっと今までのコメントもちゃんとお話できてないこともあるんで、一回ちょっとコメントくださってる方にも申し訳ないんで、コメントに対してのご返信というかもこちらでやらせていただきます。ちょっと誰かが傷つくことはちょっと言えないこともありますんで、それはちょっといくらコメントくださっても言えないこともありますけど、それ以外あります。